イサク、古代ギリシア語、シグマアルファーカッパー、アラビア語、彼は笑うの意は、旧約聖書の創世記に登場する大祖の一人。父アブラハム、母サラ聖教会では、イサークと呼ばれ、聖人とされる。神は、アブラハムの子孫が星の数のようになると予言したが、アブラハムの妻サラは、不妊の女であり、こう生まぬまま年老いて、二人とも諦め。 そばめの子が約束の子であると考えていた。しかしある時神はアブラハムへの契約を再確認すると同時に、そばめの子ではなく皿から生まれる子供が後取りであると知らせた。アブラハムはひれ伏した者の心の中ではあり得ないと笑い、一年後に再び告げられた際は皿も100歳の、アブラハムと90歳の自分との間に子供ができるはずはないだろうと隠れて笑う。だが、 神はできると断言し、二人が笑ったことからその子の名を、サ作と名付けよと言った。その言葉の通り皿から、子供が生まれ、アブラハムは、神が言われた通り、サ作と名付ける。それからしばらく後、神は、アブラハムの信仰を試そうとして、イサ作を焼き尽くす捧げ物として、備えるよう求めた。アブラハムはこれに従った。イサクも直前になって自分が犠牲であることを悟ったが、 抗わなかった。アブラハムがまさに息子をほふろうとしたとき、神はアブラハムの信仰の確かさを知って、これを止めた。神はアブラハムを祝福していった。あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。創世二22時17分から18位作はカルデアの女性、リベカと結婚し、 エサウとヤコブという双子の兄弟を設けた。ヤコブは弟ながらエサウの受けるはずだった長子の祝福を横取りし、兄の怒りを恐れて、おじのラバンのもとに身を寄せる。やがて、ヤコブはエサウと和解して、父イサクと再会した。ヘブロンに対策は180歳でこの世を去った。イサクが生まれる前、出産を諦めていたサラは、エジプト人奴隷のハガルによって、アブラハムに、 イシュマエルを儲けさせていた。ところが、ハガルは増長して、主人のサラを軽視するようになり、サラの腹から生まれた遺作をイシュマエルがからかっている光景をサラが目にしたことから、サラはアブラハムに母子を追い出すよう迫る。アブラハムは、神の、心配せず妻の言う通りにせよとのお告げを受けて、この母子を追い出す。母子は放浪の挙句、泉を見つけて安堵する。この系列は、 イシュマエル人として、ヘブライ人とは別の民族になったとして、旧約にも登場する。後に、アラブ人は、このイシュマエルを外する、イシュマエル人の子孫と称し、アラブ人が開いたイスラム教では遺作よりもイシュマエルが重視される。ヘブライズムを前面に押し出す、作曲家の一人であるスティーブライヒはこの物語の、神学的問題を、パレスチナ問題と絡ませて、 ザ・ケーブというビデオオペラにしている。この物語はしばしば、ユダヤとアラブの宿命の対決の起点として持ち出されるが、あくまで神話的な伝承に過ぎず、ユダヤ人、ユダヤ教徒とアラブ人、イスラム教徒が常に対立していたわけではないことにも注意すべきである。ありがとうございます。